はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふーです。本日はですね、我が家に届いた素敵な、ものがありますのでご紹介したいと思います。ちょっと紹介がね、遅くなってしまって本当に申し訳ありません。ちょっと娘がね、体調崩していて、結果溶連菌だったんですけど、ちょっと思いのほか熱が高くて、なかなか一昨日昨日ぐらいまでちょっとバタバタしていたので、本当にちょっとね、紹介が遅れてしまって申し訳ありませんでした。なので早速紹介していきたいと思います。今回はですね、2名の方から、いただいたものをね、ちょっとご紹介したいと思います。合わせてのご紹介で申し訳ありません。最初はですね、 YouTube 名エコ様ですね。いつも友知恵交換していただいてありがとうございます。今回はですね、エコ様が前回の企画で友知恵交換賞に当選されまして、その友知恵をね、送っていただきました。封筒はですね、お互いの住所、氏名記載してありますので、ね、紹介は省略したいと思います。なのでね、友知恵を早速ご紹介したいと思います。マイサイリウムビューティーコーデを着ているエコ様。ミステリーベイビーモンスターサイリウムコーデを着ているエコ様。ジュエリープリンセスコーデを着ているエコ様。マイサイリウムプリンスコーデを着ているエコ様。マイサイリウムセーラーコーデを着ているヨモマツ様。ジュエリープリンセスコーデを着ているネリネ様。になります。はい、こなりでたくさん友知恵をね、送っていただきました。本当にありがとうございます。ぜひね、共演させていただきたいと思います。それでは続いて2人目のご紹介になります。続いての方は YouTube 名ミクチャンネル様ですね。はい、この度は本当にありがとうございました。ミクチャンネル様とは今回、アイカツのカードのトレードをしていただきました。はい、本当に熱望していたカードでしたので、すごく嬉しかったですね。封筒の方はですね、こちらもお互いの住所、氏名記載してありますので、紹介はちょっとご省略させていただきたいと思います。まずはこちらですね、お手紙ですということで、お手紙で読ませていただきたいと思います。ふーチャンネル様へ、今回は初トレありがとうございました。おかげでコーデが揃いました。本当にありがとうございます。そしておまけもつけましたが、しょぼいです。それから友知恵交換ありがとうございます。とっても嬉しいです。また機会がありましたらトレードお願いいたします。ミクチャンネルより PS 字が汚くてすみませんということで、お手紙いただきました。こちらこそね、本当に、お声かけいただきましてありがとうございました。はい。あのね、字すごく綺麗ですよ。はい。ね、とても字ね、綺麗だなと思います。ありがとうございます。それではですね、早速、紹介をね、していきたいと思います。まずはですね、もう本当にね、いっぱいあるので、本当にね、おまけも豪華すぎて、もうこっちの方がね、しょぼで申し訳なかったぐらいなんですけど、ご紹介させていただきますね。まずはこちらですね。はい、メインということで、のスリーブに入れてね、この可愛いリラックマちゃんのに変えていただきました。はい、今回メインでトレードしていただいたのはこちらですね。懇談の、プレミアムカードですね。ビビットキスのストリートアートブラウスですね。はい、こちらミクチャンネル様の方が2枚配置されたということで、よかったらどうぞということで、お声かけいただきました。私の方はですね、今すごいド忘れしました。ココネちゃんの、プレミアムカードですね。こちらを提供させていただきました。はい。ということで、裏面がこんな感じですね。はい。残るはね、シューズと、レイアクセなんですけども。まあ、シューズが出ればね、とりあえずコーデ揃うので、ちょっとね、頑張りたいと思います。本当にありがとうございます。そしてですね、おまけということで、こちら、おまけ1なんですけど、めっちゃ豪華でしたね。はい、アイカツカードなんですけども、まず懇談の、懇談じゃないですね、前段の、キャンペーンカードですね。エメラルドキュリアスのノースリーブですね。はい、こちら。続いてが、2015年の5段の、
プレミアムカードですね。ピーター・アドベンチャーブーさんですね。はい、こちらはね、すごく熱望していたカードで、スカートは、と、アクセサリーはね、自力排出できたんですけど、トップスとシューズが、排出できなかったので、すごく嬉しかったですね。で、続いてが、2015年の2段のプレミアム。クララ・キャロル・シューズですね。こちらもね、初めてプレミアムカードを出したのがこちらのね、コーデだったので、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。そして、2016年、前段ですねの、レアカード、カラークロッシング、ジレトップスですね。はい、こちらは、多分1枚も配置できなかったんじゃなかったかな。ちょっと、ド忘れしてるんですけど。はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。そして同じく、前段のレアカード、カラークロッシングサンダルですね。ありがとうございます。そして、情熱ハラピョーノ、ハラペーニョだ、ハラペーニョだ、すいません。情熱ハラペーニョの、ドレスですね。シエスタサンライトワンピ。シューズのシエスタサンライトパンプスですね。はい、なんとですね、ビビットキス、揃えてね、送ってくださいました。はい、私が本当にビビットキスで、ね、すごい大好きアピールをしていたので、きっと動画を見て、揃えて送ってくださったなと思うんですけど、すごく嬉しかったですね。本当にありがとうございます。貴重なカードばかりですので、大切に使わせていただきたいと思います。そして、続いて、おまけにですね。これね、おまけにもね、すごすぎるんですよ。こちらですね。ちょっとね、鼻声ですいません。聞きづらいと思うんですけど。こちらですね、プリパラのですね。はい。ブリリアントプリンスサイリウムヘアアクセ。なんと、レベル50ですよ。いいんですかね？すごすぎる。本当に。すいません。ありがとうございます。こんな貴重な、ね、いただいてしまって申し訳ないです。そして、こちらが、クリスマスサンタヘアアクセ。レベル45。45！ いいんですかね、これも。本当にすいません。ありがとうございます。そして、ポカポカニット緑ヘアアクセ、レベル20。ヴァンパイアローズヘアアクセ、レベル41。41ですよ。いいんですかね。ミックチャンネル様、いいんですか 本当にいいんですかみたいな。出てこないんですけど。すいません。本当にありがとうございます。そして、こちらですね。なんと、なんと、なんと、なんと。なんとの連発ですよ、もうこれ。ミステリース、フォーチュンパーティーサイリウムシューズ、ディ・ドロシーちゃんの、ミステリーコーデですね。はい。私、ベイビーモンスターから全然、かすりもしなくて、全然出ないんですけど、すごく嬉しいです。ありがとうございます。しかもね、共通で使える、愛知県なので、すごく嬉しいですね。うちね、キャラクターが全部、マネージャー違うので、サブちゃんもね、すごく嬉しいです。ありがとうございます。そして同じく、共通チケの、ホリックトリッククラシックのクリスマスサンタシューズですね。こちらも、多分トップスかボトムスどちらか配置できていると思うんですけど、シューズは確かまだ持ってなかったと思うので、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。そして、ミレイちゃんの、友チケですね。こちら。スターライトユニココーデ。これ可愛いですよね。これ結局私揃わなかったんだな、このコーデ。そして、ツイスターイヤリングアゲアゲアイテムレベル10ですね。こちらの、友チケをね、いただきました。ありがとうございます。はい。これがですね、おまけ2の紹介になります。おまけのレベルがさ、ちょっと高すぎる。すいません。本当にありがとうございます。そして最後に、友チケですね。今回の一緒に友チケ交換もしていただきましたね。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。こちらですね。ドリームフォーチュンパーティーサイリウムワンコーデの、ドロシーちゃんバージョンを着ているミク様ですね。続いて、ポカポカニット赤色コーデのミク様。そして、こちらがパラダイスコーデを着ているミク様ですね。ドリともちけいただきました。ありがとうございます。すいません。本当にともちけもね、大した枚数お付けできず申し訳なかったんですけども。
また機会があればね、ぜひトレードね、お願いしたいと思います。はい、ということで、こちらの紹介が、YouTube 名、みっこチャンネル様より送っていただきました。素敵なね、お品をご紹介させていただきました。本当にありがとうございました。ということで、長くなったんですけども、今回は、我が家に届いた素敵なお品ですね。YouTube 名、エコ様、そしてみっこチャンネル様からいただいた、素敵なね、お品をご紹介させていただきました。本当に今回はありがとうございました。また機会があればですね、ぜひよろしくお願いいたします。そして、この動画の前に上げた企画動画ですね、友付交換企画を、絶賛開催中でございますので、ぜひぜひ、ご参加していただけると嬉しいです。娘ともどもね、やっとね、企画実現までこぎつけましたので、なんとか、ぜひ、たくさんの方と友付、パキれたら嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。